先ほど蒲郡市の教育委員会に届けられたのはメジャーリーグのドジャース大谷翔平選手が寄贈したグローブ39個ですこのグローブは大谷選手モデルを自動用にした特注品で市内13の小学校に3個ずつ寄贈されます蒲郡市役所はこの日のために仕分けや検品用の部屋を特別に用意し副市長や教育委員会の職員4人を臨時に配備 本日中にすべての小学校に配送するということです。すごくかっこいいグローブだと思います。ビッグなクリスマスプレゼントが25日に届いたなって、本当に思いますね。グローブが届いたことに、地元の小学生たちは。スーパースター。朝。れれえっと、グローブが、あの、届いて、あの。あの、グローブをはめれるっていうことが楽しみです。 郡市内の小学校は現在、冬休み中で年明けの始業式などで子どもたちにお披露目されるということです。